視聴者の皆さん、はい、あのね、はい、今日ですね、まあ、今動画撮ってきたんだよな、はい、全然違う給料アップの企画で、まあね、はい、社員が一人給料上げて、まさかの異例の2000円アップっていう話で、はい、まあ、いろんなその辺についていろいろ話したり、まあ、スパンのちょっと説教じみた動画になっちゃったけど、はい、もうそれを撮った後に、はい、まさかのあれだな、マッチョと爆速が喧嘩になったんだよな、はい、喧嘩ではないけどちょっとでもまあまあちょっとビビッとしとったろお前も、はい、おおってなったな、はい、静かに回しなかったんだけど、そうですね、うん、ちょっと、まあ、収まったんだけど、はい、まあ、そっからの、まあ、言い合いっていうか、はい、ちょっとした、まあ、コミュニケーション不足なんですけど、トータル仲いいんだよ、仲いいけど真剣に仕事のこと考えればゆえにこうしたいああしたいっていうぶつかりの動画をちょっと収めとるんで、はい、な、はい、いや結構面白いんじゃないあれ、いいと思いますね、な、動画では見られない、あ、見られないよな、一面だと思います、はい、本当はあんなに熱い男たちなんだよっていうところがそうですね、ちょっと撮れて、まあ、ぜひちょっと今からね、まあこれだって後撮りなんだけどこれ帰りだよね、そうですね、オープニング撮らずにちょっと撮ったんで、はい、ぜひそちらの方も見てください、はい、お願いします。いや、リュウジが残らないって言ったら、そんな、うん、一緒にやったらよって言ったら、いや、あいつが溜め込むんでって、溜め込むっていうか、急にそうっす、カメラ回ったらいい人やろうっすよ、なんでそんなんだよ、お前ら、そういう風だよな、やっぱ嫌われたくないんだろうな、全国に、いや、全然いいっす、僕は全然嫌われたいっす、さっきもっときついこと言ってたじゃん、何て言った、殺すぞって言いました、じゃそれダサいよね、ただの、ダサいよ、別に溜め込んどんの仕事、溜め込んでないです。別に、ま、溜め込んどる違うですよね。なんかリュウジが間違ってるな、あれじゃ、はい。僕は間違ってない。あ？溜め込んどる。こっち溜め込んどる。溜め込んでます。溜め込んでないですよ。なんで？どういうとこが溜め込んどる？リュウジが言ったっていう意見。まあ、工程が溜まってますよね。僕らが見た時に、だから名前が埋まってないとか。うんうん、名前は別に最後でいいんだよ、でも僕俺らがだってどこ行くか分からんじゃん、何何どこの現場に行けばいいかっていうのが、ああそれは喋りじゃないですか、うん、そっては何のために工程があるんですかと、ああ、なるほどな、だから見れるためにあるの、うん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 ってことは何、はい、お前の意見はショーがダメだと、だもんで1週間前に1週間分の工程を組めって毎回から言われてます、まあでも、うん、組めないのがあるんですよ、やっぱ突発な現場があるんで、でも、うんうんうん、でもそれは後から入れられますもんね、うんうん、入れないです、入れないです、もうメンバーも5人しかいないんで、だから、ああ そ, うですね、そこで割り振りでしょ、またじゃ、うん、日本人が5人しかいないのに、どうやって割り振るんですか、それするのがお前のやつ、まだ、うん、そうじゃないですか、工程、うん、新しい現場来て割り振るのが、うんうんうん、いよいよ、YouTube っぽいよ、ごめん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 、あ、そう、さあ、お前の言い分は大変なんですよね。あ？リュウジ君。やってないから言えるんだよって、そんなことは。はい、やってないから言えるんだ、それは。はい、それはお前がいい分あるの？そんなちょこちょこ出たやつみたいな、なんとかなるでしょ、入れれるでしょっていうのは。どうなの？今、そうやって言ったんだろ？まあ、一週間も先に組んで、ちょこちょこ入ったやつは別に入れれるでしょってことでしょ？難しいですね、でもやっぱ。なんで難しい？場所とかあるんだよ、やっぱり。合わせづらいっすよ、あー、いきなりボーンって出てたからって地域とかもあるもんで、まあ、嬉しいことなんですけどね、やっぱ、あ、仕事もらえるから、うん、あ、仕事が別に普通に現場が出ることは嬉しいんだけど、その突発でポンってそんな簡単に入れねえよって名前に言うの、僕はお前工程やったことないありますよ、で、文句だけ言ってやらん、お前が悪いじゃん、いや、僕だから触ったりしてますよ、だから自分が現場はもし来るとじゃないですか、うんうん、暇な時間あったらそこにぶち込んで、うん、とりあえずで、あとは現場の振り分けがそうじゃないですか、人数どこに入れるとか、ああどうなんでしょう、黙っとってもわからんじゃん、いや、ミーティングで話すことじゃないんだよ、本当に仕事って毎日俺電話して話してこうだろ、ああだろってってなった時はもっと言えたで言っとったけど、ただでもここ最近ですね、こんな風に話すのが多分本当に仕事で日々ぶつかってかんと、うん、で、今こういういい機会で言えんじゃない、それはお前の中で難しいのかやっぱり工程っていうのは、その仕事がたまってるっていうことだろ、お前は、ね、何がたまっとるの、いや、たまってるっていう
ていうか、そのやっぱゴールデンウィーク前じゃないですか、うん、とかその年末とか、うん、どんどん入ってくるんですよね、うん、で営業もまだですかまだですかみたいな、あ営業の仕事が足場が入ってくるもんで、それをもう日々入れてかなかったわけだ、うん、やっぱ外部の仕事触っとると新築のマンションも一日で終わらないし、うん、そういうのはちょっと、まあ、営業には悪いですけど、うん、遅くなっちゃうんですね返答が。確かに営業からもちょっと評判悪いもんな、なんかそれが溜まっちゃってるな。それは、ね、誰かにやってまいるとかできない。それは何お前も文句言ってるの。計算はお前だけ今からもう帰ってこいつ今からやるって言ってるでしょ。なんで僕もこいつは詰め込みすぎなくて、なんで僕は僕のないもんですから、こいつにはやってほしいんですよ。だから詰め込み、お前は勝手にそうやって、いやあいつが仕事ためとるから勝手じゃないですよ、教育のために。あいつがためとるんだからあいつにやらせて帰りますだったら分かるんだけど、はい、でみんなでやってんだから。いや帰るときはみんな一緒に帰ってますよ僕も。あそう、まあ、手伝ったらできないの。その間は僕が自分がやることはあるんで、うん、自分で僕ができたか出したり自分でずっとやったり。ああそういうことな。そうです。あでそっちはお前の仕事 でこいつの仕事 でこいつの仕事はちょっとパンパンで量が多いもんで、ね、難しいってのがあるんだよ。外注使えいいじゃん。いや、外注使う量じゃないです。あ、別に自分たちでやれるだろうって。ただその工程に入れるのがどうしても難しいんだ。そうです。外注使っちゃうとやっぱ、うん、高いし高いし何よ、そのまあまあ抜け道場振るとかそんだけ売り上げが立っとんだろ。そうでもないよ。結構カツンカツンで、そのカツンでやった方がいいっすね、僕らは。なんかまあ、自分たちでやれるぞっていうことか。はい。やれる量。まだ、まだまだです。まだまだ。まあ、確かにな。いや、お前のね、いい具合やな。なんでそれって溜まってるって、なんで感じるの？やっぱみんなからあれじゃないですか。うん。あのどこ行けばいいの、どこに現場行けばいいのっていう連絡行く時点で、うん、そこで溜まってるのかなと僕は思っちゃうんですね。あ、それはでも来週の分もう今日やるんだろ？溜まってないじゃん。いや、それ全部やらないんで。また全部は結局できないんですよ。まあ、2日、3日ぐらい貯めて、また2日やってって言ってる。その間があるんですよ。入ってないところが、ちょこちょこ。うん。だったらそれ、今からお前見てやったらいいでしょ。いや、大丈夫です。僕は失礼です。だけど、一緒にあそこも入れるよ、ここも入れるよって。で、それは放任だよな。俺もじゃあ営業とかにも、放任はしんない。任せとるし、数字、じゃあなんでこれ足りないのって。今月6000万の目標だったよ。なんで4500万になりそうなんですかとか。で、広告が足りないのか、集客が足りないのか、契約本数が足りないのか。で、やっていくじゃん。で、なんでこの5本が入れれないのって。聞いてやりゃいいじゃん。そういうのやってんの？やってないです。うん、誰もやんないよね。お前がしたらそんなことやってもらって結構なんだ。はい。え、だったらお前も文句言われるんだよ。いや、そうか。ちゃうか？文句言われんように、文句言われとるのに、それはリュウジが言うのもお前のためにじゃないのかな。営業側、その足場をいただく人たち側のために言ってんだろ。お客さんがおるんだもんな、お前。それそんなにじゃあ迷惑かかってるってこと？営業とかにも。営業とかにもかかってるかは分かんないですけど、ただ僕が明日何の積み込みするのとか行くと、明日の段取りもできないの？名前書いてないっていう時はある。どこ行けばいいか分からない。あ、人の段取りか。人の段取り。あ、工程は入れとんだけど、誰がやるかを決めねえってことか。いや、やっぱ後回しにしちゃうんですよね。人はな。そうそう。うん、まあ何とでもなるしな。まあ、僕の打ち合わせなんですけど。うん。工程は入っとるんですよ。ああ、そういうことね。現場の数は決まっとるんですけど。そうそう。ああ、で、誰が行くかいかんかを。そうです。うん。後回しになっちゃうんだ。そうそう。もう、メンバーは正直最後でいいんで。ああ、何とでもなるな。ああ。だと別にいいんじゃないの。だったら別にいいんじゃない。僕はだからそれはみんなの負担を考えるとパッと見て、あ、じゃあこれ詰め込みできるっていうのが。ああ、そういうことか。一本商品電話してどこ行けばいいのっていう電話するぐらいだったらパッと見てっていうのが僕はいいのかなって。ああ、なそれはやれんっていうのはなんでな。いや、まあ、ちょっとベトナム人修正とか思うんだもんね。ちょっと手止めて携帯で入れいいじゃん。紙書くとかちょっともうここまでやったらちょっとトラックちょっと俺ちょっと段取り書くみたいでって。見えるだろう。でそれはやらんと負担偉いぞ。全部作業をやるのが別にかっこいいことでも何でもないと思う。結果迷惑かけて、で全体が早くもっと時間作ることが大事なんじゃない。
じゃあ俺がじゃあ見積もりとかやったらもっと数字絶対出るじゃん。営業やったら。でやらないじゃん。で、うまいじゃん。でも命令はするじゃん。でもそこなんかちょっと上手にやるっていうのはアイデアとしてないの。お前の意見聞きたい。別に 俺その意見だよ。意見じゃないの。あのアドバイスなんだけど。まあ例えば朝バーって行って段取りやって陣組んであと競り上げて、ああまああとここまではもうトラックに行けるなーって言って30分トラック乗るだけでも違うの。30分抜けるってと変わってくるんですね、日本人が。僕が抜けちゃうと実習生だけで行ってるな。はい。だけどそのまあ見えるだろう。でも大体あもう この時間にこの現場出ていいなとか見えるわけだろ。はい。そういう現場入りゃいいんじゃないのお前。でその辺をちょっと上手にやりゃいいんじゃないの。現場で段取りするとかな。はい、帰ってきたらだって、ま、毎日大変なわけだろ。それ仕事が溜まっちゃったわけだろ。手だと同じやな。あいつは土曜日にやるタイプです。だよな。いやまあ別にあのいいんだけど、まあ、いろんなことを詰め込んでいく。まあそれ素晴らしいことなんだけど、経営者ってそういう人多いけど、俺のうちはそうだもんね。どんどん詰め込んで、今日もこうやって勝手にカメラ回し出すもんね。お前ら終わらないけど、うん、だけど、うん、まあそこをなんかやったほうがいいな。リュウジに手伝ってもらうのはできんの？でプライドがあるんですよ、多分こいつも。僕に入ってほしくない。いや、リュウジ君じゃなくて、やっぱトシ君のことも僕嫌なんで。ああ、なんでやろ。やっぱ一人でやるんです。だけどそれ、いやでもやっぱそう、分からんことだったら聞くっすけど、やっぱリュウジ君に。ああ。ただまあ、ある程度の仕事はやっぱ一人でやるんです。お前帰ってきた時に、お前さて、ツンクミ一緒にやっとく。前いつも絶対ツンクミやってたじゃん、お前。お前だけだな、完全に。それを先止めて、それやれんの？積み込みは任せて。積み忘れがあったりしてるので、僕もやっぱ言えるようにしてます。いや、途中で見に行けじゃん。ああ、まあそうっすね。うん、そこちょっと考えたんと。ちょっといきなりカメラ回しましたけど、まあ一応工程の段取り、お前いろいろやっぱ揉めてんね。まあ、それはしょうがないことだしね。まあ視聴者がどういうふうに思うかわからないけど、それはやって数ヶ月でできないのも当たり前だし、まあぶつかりながらやっていく。まあでも改善はしかないんだよな。はい。どう改善していくかだし、まあ手がやめて3ヶ月それぐらいですね。うん、まあいい方向に成長していくかなと思いますけど、まあこうやってね、これが本当にもう生の声だよな。職人が一緒に。だからって言って、じゃあ営業入れたいとかもないわけよ。管理入れたら。それでかいな。月40万、50万ってかかっちゃうな。っていうのを、まあこれが本当の生の声なんで、またぜひ、次回道場の成長を楽しみに見てください。はい。はい。またね。やっぱでも仕事の時はちゃんとはっきりするな。仕事の時。いや、仕事のなんか意見の時は、はい、全然顔が違ったな。はい。頑張った。はい。本当思ったよ。なんか動画の時、言ってるけど、仕事は僕こうです。いや、工程はこういうふうに考えますよ。嬉しいですよね。そんな簡単にできないですよね。って。言えることは素晴らしいなと思ったな。ありがとうございます。うん、それは素晴らしいね。またお前タバコ何個出したんだよお前。これ言ったよな。全部入ってるんですよ。これ言ってるんですよ。片付けろ。100円の収支。はい、これです。つけるな。はい。